11月22日、夕の御言葉。キリストとその復活の力。ピリピリへの手紙、三章十節。蘇られた救い主の教理は非常に尊い。復活はキリスト教の建築物全体の礎石である。私たちの救いの門の要石である。この一つの聖なる源。私たちの愛する主 また救い主なるイエス・キリストの復活から流れ出る、生ける水のすべての流れを述べるには、一貫の書を要することであろう。しかし、主がよみがえられたことを知り、よみがえられた主と交わること。復活の命を所有することにより、よみがえられた救い主と交わること。私たち自身が世俗の墓から出ることによって、主が墓を出られるのを見ること。 これはさらに尊いことである。教理は経験の基礎である。しかし、花が根よりも美しいように、よみがえられた救い主との交わりの経験は、教理そのものよりもさらに美しい。私は願う。あなたがキリストが死からよみがえられたことを信じ、それを賛美し、さらに、この十分に確かめられ、立証された事実から得ることのできる、 一切の慰めを引き出すことを。しかしあなたがその点にとどまることに満足しないことを私は願う。あなたは弟子たちのように主を肉眼で見ることはできない。しかし私はあなたにおすすめする。信仰の目を持ってキリストイエスを見ることを熱望するように。あなたはマグダラのマリアのように主に触れることはできない。しかしどうか。 あなたが主と交わる特権を与えられ、主がよみがえられたこと、あなた自身が主にあってよみがえらされたことを知るように。十字架につけられた救い主が、私のすべての罪を十字架につけられたことを知るのは、高い知識である。しかしよみがえられたキリストが、私を義とされたことを知るのは、そして主が私に新しい命を与えられたこと、 主の新しい命によって、私を新しい被造物とされたこと。これを悟るのは、崇高な経験である。人はこの経験に達しないうちは、満足してはならない。どうかあなたが、キリストとその復活の力を知るように。なぜ、イエスと共に生かされた魂が、世俗と信仰の衣服をまとっていなければならないのか。みえれ。 主はよみがえられた。